はい皆さんこんにちはチームハロンゾーのですこちらは週刊レポートハロンゾー動画で紹介する番組ですレポートへのリンクは概要欄に記載していますのでご興味のある方はそちらもご覧くださいでは早速参りましょうまずは振り返りです9月9日中のドル円は中国の成長鈍化懸念米大統領選挙をめぐり法人税率の引き上げ懸念などからリスク回避的な流れが強まりドル円は140円6 9銭レベルまで下げました その後は予想を上回る米物価指標を受けて百四十三円四千レベルまで戻したものの、根強い米日産期待からすぐさま百四十一円台へ押し戻されるなど、上値の重い展開となりました。こちらは直近発表された主要な日米の経済指標です。結果の赤文字は予想比強め、青文字は予想比弱めを示しています。また背景が赤色は前月から改善、青色は悪化を示しています。 こうしてみると、日米のファンダメンタルズの強弱の違いが意識されても不思議ではないのですが、為替市場はそのような動きにはなっておらず、すっきりしない一週間でした。ここからは来週の見通しです。こちらは9月16日週の経済イベント一覧です。日本、米国で金融政策が開催され、何かと神経質な展開が続く可能性があり、ご注意ください。 来週の日銀会合をめぐっては、普通の政策メンバーが引き締めに消極的な姿勢を示していますので、油断はできませんが、おそらくノンイベントになりそうです。そのため、注目は利下げが議論される米 FOMC となるでしょう。FOMC でのポイントは2つです。一つ目は、利下げ幅が0.25となるのか、それとも0.5%となるのかです。 アトランタ連銀の GDP ナウで示される第3四半期の成長率見通しは2.5%と底堅い成長が見込まれているほか足元のインフレ鈍化の停滞もあり市場では利下げ幅が0.25%に留まるとの見方が優勢です0.5%利下げや観測もそれなりにあるもののそれはあくまでもリスクシナリオにとどまっています そして二つ目は来年末までの利下げ回数見通しです。六月時点では0.25%の利下げを一回として年内二回、来年は三回でした。三月時点では今年が三回、来年が三回でしたのでそこからは情報修正された格好です。 しかも市場では来年,末来年夏までに9回分の利下げを見込む形となっていますので市場とのギャップはかなり開いている状況です当局の予想が小幅な利下げ回数にとどまれば市場の利下げ期待が白落してドル円は買い戻される余地があるでしょう一方で市場の見方に FOMC の見方が近づけば米景気減速懸念も加わりドル円への調整圧力が高まりやすくなります 最も少し先まで見渡せば、11月の米大統領選挙の結果次第で、米利下げの軌道が変化することも十分に考えられる点には注意したいです。今回の FOMC で示される見通しは、あくまでも暫定的なものとして扱われる可能性があります。ここででチーームハロンンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。 YouTube 概要欄から講座解説してキャンペーンにエントリーすると通常の講座解説特典2000円に加え新規取引1回1万通貨以上でチームハローズで視聴者キャンペーン特典3000円と合わせて5000円プレゼント中ですさらに取引料に応じて最大100万円合わせて100万5000円のキャッシュバックとなります詳しくは QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください最後にチャートを確認しておきましょう ドル円の23年の安値からの上昇幅の61.8%押しとなる140円49銭レベルや、昨年末の安値140円25銭レベルを前にしては下げしぶる格好となっていますが、トライアングルフォーメーションから下振れ警戒の時間帯が続いています。サポートラインの140円25銭レベルや、2つの140円を割り込んでくれば、137円台までの下げも想定されそうです。 個人的には、織り込みすぎた利下げ期待の修正に伴うドル円買い戻しへの警戒は怠れないものと考えますが、市場の根強い大幅利下げ観測からドル円がもう一段下値捉えする局面はあるのではないかと考えています。ドル円のレンジは137円から144円を想定しています。本日は以上となりますが、最後にこの動画が気に入ればグッドボタン、チャンネル登録お願いします。 ご視聴ありがとうございました。